どうもこんばんは、福太郎です。ドラゴンクエスト6第23回やっていきたいと思います。わーやばい、ほんとくしゃみ止まんない。やばい、なんなのこれ。ごめんなさいね、ほんとくしゃみ止まんないの。まいった。さあ行きましょう、いざ魔王の城へ。装備も整え、職業もやり直して、もう完全な状態ですから。あ、ボブ君こんばんは。ご機嫌じゃん。さあ行きましょう、魔王の城へ。和音楽が違う。君がラスボスだったのか。犯人はあなただったんですね。みたいさあ、MP 温存しとかんといかんから呪文は使うなにしとこうか。まあ、MP 買わなくてもね、強い技いっぱい持ってるから。うわ、激しい炎だと、いきなり。ガンガン入ってくるやん。マジか。あ、ピラミッドさん、こんばんは。お帰りなさい。ピラミッド、ここ敵強いんだよな。今ね、初めて戦ったけどね、桁違いだ感じた。これ悪戦するね。いけるかな。エンカウント率も高いのか。なかなかこれは苦労するな。ヘルクラッシャーが強い。ほう。あれ、ヘルクラッシャーか。まへ、回し蹴りしとくか。ドラクエモンスターじゃねえか、それ。だよね、やっぱね。まあ、そりゃそうだわな。うわ、つりえな。ほう、なかなか強いのね。そうなんだ。確かにね、強い。これは強いわ。ほうほう、ドラゴンソン、もう全然覚えてないわ。全然覚えてないわ。8なんて何年前だ、あれ。あ、どんだけ前だっけな。ハッサーの弦との杖をミレイユに渡しとくか。ほう。じゃあ存分に楽しませていただこう、魔王の城の強さ。テレテレテレ。ズシオーマル。あれ、これも強いよな。これは強かったはずだぞ、確か。おう、おう、普通に強いぞ、普通に強いぞ。レベルもガンガン上がりそうだな、これだけ経験値入ってたら。ピラミッド寿司を埋まるした世界のライフコップに出てきて、いい敵じゃない。
確かにね、なんかボスかなんか戦った覚えあるよね、寿司大丸って。どっかで戦ったよね。ほう。ウィングデビュー。なるほど。ギラーマジンガはね、あれほん、うん、今まで戦った中で一番やばい敵のイメージあるわ。うわっは、うわっは。やべえなこれ。強いだろう。これでも2割減ってんの。十分すぎるほど強いんだが。あーなるほど。とりあえず乗ってみるか。へえ、そんなステータスだったの。ほう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 。あ、なるほど。あ？うん？ちょっと待って。一回ゆっくり見ろ。あ？ほう、よく知ってるな、デモンさんにしても。こっちか。なんか見たことないのいっぱい出てくる。見たことないのがいっぱい出てくるんだが。へえ。うん、もう見た目が強いもんねこいつら。グループローテ。ガンガン稲妻切りかましたろう。ほう。あ、こいつ。あー、なるほどな。倒す順番はそういうことか。これは強いな。え、それ最高じゃん。手に入ったら。ピラミッド1の256で。ピラミッドマジンガは1の128で奇跡の釣り。結構いろいろいいもん落としてくれるんだね。確率は低いけど。運だな。あ、いや、とりあえず降りてみよう。一回降りてみようか。ほうほうほう。すっげえ確率だけどね。サタンジェネラルからやるか。うむ。うむ。おう、ナオヤン、お疲れ様。あ、コウジさんもこんばんは。初見。そっちのアカウントでは今日初見ではあるけど。さあ、どこまで行けるかな、これ。魔王のとこまでたどり着けるのか。あ、そうなの？聖剣好き聞かないの？まあ僕あんまり聖剣好き使ってないけど、蘇らせてくるのがね、厄介だね、あれね。岩石耐性って何？あ、やっし、小さなメダル。今さら小さなメダルか。おお、まあ大丈夫。私、おお、噂をすればなんでやらじゃないか。ああ、なるほどね。それが岩石属性なのね。よし、頑張ろう。あ、これ魔王のとこたどり着ける気がしないんだけど。
敵が強い。はあ、そうなのね。確かに効かないやつには全然効かないんだよな。そういうことか。なるほど。お、あららら。なるほどな。いや、片っ端から行けばいい。ああ、回し蹴り結構使え、あーらら。回し蹴りね、結構、序盤から気に入ってんだけどね。ほい。あーららじゃなかった。いけたわ。よいしょ。これは乗るしかないか。ガーディアン。ほう。うん、確かに。あ、いってらっしゃい。なるほどね。でも逆にあの AI に戦闘任せてるとその辺楽だよな。その辺判断して技変えてくれるから。なんだこれ。うわ、絶対呪われてるやつやんこれ。呪われていないのか。急所をうまくつけば一撃だよね。そう、僕ボス戦しか基本命令させろしないからいいかもしれない。あ、デーモンスピア装備させちゃおう。雷鳴の剣はもうでも持たせときゃいいか。確かに AI がやってんのミスったの見たことない気がするわ。ほう。おおー、いっぱい来たな。らしいね。なんかだいぶ強くなったらしいね。もともとのテリーを知らないけど。ね、これでも十分高く感じるけどね。まああんまり弱いとつまらんからな。高くていいけど。絶望的じゃなきゃ。おお、もうそこまで覚えてないけど。ほう、ティア。お。これまたスイッチ入れるとあるかもしれんな。うん、僕も全然身に覚えがなかったもん、オーシャンキングなんてモンスター。ほう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 。やっぱザオリクするのね。名前がかっこいいから名前だけだったら覚えてたけどね。オーシャンキング、お、レベル30、ガンガンレベル上がるな。これ40まで上がりそうだね。これつくまで。あ、何これ。あ、回復する。あ、回復すんの。 MP ケチってたのに。珍しく。そうか。ほうほうほう。これ絶対右上だな。なんとかして右上カネアキャンパターンだな、これ。なんか出てきたような気はする。ああ、なんかそういう組み合わせは確かにだわ。キラーマジンガーと何かのやつ。ピラミッド
よし。あ、そうそうそう、あれはね絶望したよ最初やった時。ブースか。お、ユトリンお帰り。もうあれは初見殺しだったよ、キラーマジンガは。初見殺しだろどころか2回目行った時もダメだったからね、結構ね悲しかった。まあ倒した時の喜びはひとしおだったけど。お、よくさんこんばんは。こんばんは。なおやんおかえり。みさまるちゃんもお疲れ様。ビギラマな。あ、あら、あ、もう11時だもんね。おやすみ。うん、バーバラの打たれ弱さが半端ないのは確か。あーんと、お、たこ焼きありがとう。うん、もうちょっと高くしてほしかったっていうのが正直なところではある。あ、小さなハートありがとうございます。ゲゲ、黒い霧された。うん、おやすみなさい。そうなんです、終盤まで来ました、やっとこさ。これどういくか。こうするといけないんだよな。うん、うん、頑張ろう、ちょっと頭ひねってみるわ。うん。一回乗っちゃえばいいか。一回乗ってみよう、なんかひらめくかもしんない。ほい。マジか、それは今日、あ、みんなんか見間違えてた。普通に行けるんかい。めっちゃこれ見ながら悩んでたけど。確かに。麻痺すんの？あ、それは、何これ？何これ？飛ぶの？ほい。あおなるほど。あー、ミミックだった。麻痺系いるのが、あ、ミミック来たよ、噂すれば。火炎切りしてやろう。思いっきり初見だからな。まあ楽しみながら行くけど。お、あ、命の木の実、あ、使おう。命の木の実使ってこう。そういえば袋にも1個入ってたんだったな、使っとこう。あったあった。ほい。あー、嘘だ。クロノトリガーいいんじゃない？クロノトリガー面白いし。これは初見殺しだったな。はい。もう今日落ちてばっ、昨日今日と落ちてばっかだよ、いろんなゲームで。ほい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 。え、ちょっと待って。あー、いけたわ。え、これってだよね、そんな気がした。今そんな気がしたもん。なるほどなるほど。こっちなんかあるかな。特に何もなさそう。ほい。え、あの宝箱欲しいな。え、これ飛んだら行き過ぎない？行き過ぎるんじゃない？え、なんでそっち行くの？あ、そういう系？あ、飛ぶ方向決まってんのね、これ。マジか。上に飛ぶんじゃないのか。なんだっけ。お。
新しい敵。しかもグループ分かれてる。やばい、本当にくしゃみが止まんない。もう20回ぐらいしてんだけど。なんで？いや、風邪ひいてないんだけど、くしゃみが止まらないの、ずっとさっきから。なんか出てんのかね、アレルギー。濃い。なんでくしゃみで濃いなの？濃い、え？そういうのありましたっけ？あー、足踏み外したかな。こんな時間にそんなに噂されてんの？これこっちだよね。で、これこっちだけど、行き過ぎてるよね。なるほど。まあ、片っ端から乗っとりゃ、進めるからな。ほい。こっちはちなみに？あー、なんで？ダサい。それはダサいっては。ほっ。あ、本当だね。本当だね。あー、面白い。覚えてました。あー、待って、ちょっと待って。今言えば違うの、今違うの。飛ぶ気なかったんだって。触ったら飛んいっちゃった。いかいけか。もうムズムズが気になって集中できねえ。ほっ。ここだね。ほい。そりゃそうっすわ。そりゃそうですわ。さあ。かばわれた。うわぁ、最高。この可愛い方だな。花粉なのかな。なんかすっごいくしゃみ止まんないの。ね、カウンターダメージありそうなのにね。ん？花粉か。すごいんだよ、さっきから。1時間ぐらい前？え、何か。あ。私自分で買った花粉鼻炎薬あるじゃん。ちょっと待ってね、ちょっと薬飲みます。1日1回就寝前、1日1錠か。あ、そっか、お隣さん畑だった。アヒョン。ごめんね、僕アヒョンじゃなくて。僕アヒョンじゃなくてごめんよ。みんなの期待に応えられなくて。怖いっしょ。やった。お、良さげなもん手に入れたぞ。黄金のティアラ。マジで、今黄金のティアラって言おうとしたら黄金のティアラだったわ。嫌な特技や致命的な特技を受けにくくする。ああ。あ、守備力めっちゃ上がるじゃん。あ、でも、ハヤテのリングの方がいい。バーバラ姫にしとこう。チャモロさんにあげよう。特に意味ないけど。ほい。あ、装飾品っすよ。でも黄金のティアラも装飾品ですよね。かぶっちゃうじゃないですか。あれ違う？ 2 個装備できる。違うよね。2個装備できる。え？かぶと？黄金のティアラ、え、かぶと？え、ちょっと待って。ちょっと見直してきます。え、かぶとなの？
かぶるね。風の帽子が外れたね。あ、ちなみに何持ってる？ウサ耳バンド。あ、絶対変えた方がいいわ。魔王の城にウサ耳バンドつけてくやついないだろ。やらかした。なんで気づかなかったんだろうね。どう考えても兜なのに、なんでだろう。黄金の腕輪的なポジションだったかな。すいませんね。お、ワープかな。え、なに、上がった、上がった。え、まだ続くのこれ、ピヨン。ピヨンまだ続くんかい。うわ、魔王城って感じがするな、ほんと。出てくパターンなんだね。なんか、どんどん奥に行くイメージだけど、手前に行くイメージって何？あ、回復忘れてた。あ、ナイスミレイユ。おっと。突き飛ばさないで、馬車に戻ったらきっと帰ってこれんでしょ、これ。めんどくさいやん。完璧。回復しとこう。賢者いないのきついんだよな、主力に。バーバラ抜いちゃったからな。ミレイユさん賢者にしとけばよかったね。え、なにこれ。え、扉だけのものが、扉だけなんだけど、なんだこれ。なにこれ、巻物？ドラゴンの悟り。あれ？ドラゴンの悟りって確かメダル王が次にくれるやつでしょ？これ何なの？ドラゴンになれる悟り。あ、そういうこと。あ、職業ね。あ、ここで手に入っても遅くないっすか？ダブルになる。まあ、どの道まだ手に入らなかったからいいんだけど。ちょうどいいですけど。うわ、サタンジェネラル、厄介だな。うわお、うわお。うわお、3連発。硬いというか、タフだよね、こいつら。5400の経験値。メタルキングが霞むわ。霞まないけど、あんまりメタルキング探す手間がなくなっちゃうよね、ここにいたら。迷子になってるうちにどんどんレベル上がってくね、これ。うわあ、そういう感じか。まあ、片っ端。え、これ入るとなんか、ああ、入れるんだ。あれ、なんか嫌な予感がする、これ。ああ。だよねー。ああ。真実の扉を見つけなきゃいけないのか。まあ、片っ端から開ければいいから楽勝で。あれ？あそこに戻るんだね。了解。一応ちょっと上まで見てこう。違うパターンがあるかもね。あ、違うね。トロールボバ。
うわ焦ったやめて、おお、セーフ。ちょっと待って、ちょ、危ねえ。危なかった危なかった危なかった。おおお、え、これ穴でもありそうな、そんなことないのか。うわなんだこりゃ、ドラクエ1みたいな。おお、ドラクエ1みたいだね。先が見えない洞窟。おっと死んじゃうよ。お、モフちゃんこんばんは。お疲れ様です。めんどくさいなこれ。おう、そういう感じ。おつもふう。ガンガン呪文も使ってくるしなこいつら。あ、扉があった、あそこに行けばいいのか。でも宝箱欲しいね。絶対いいもん入ってるでしょ、さっきからいいもんばっか。おー、やった。おー、いいね。ははははいいや、診察してやる。オラ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 、オッケー。お、命の木の実ガンガンゲッチ。なんだこれ、プリンセスローブ。へえ。呪文によるダメージが軽くできる。あれ、ドラゴンローブの方がいいんだね。じゃあ、バーバラさんに。神秘の鎧どうしようか。アモスさんにあげようか。アモスさんのプラチナメイル。ドランゴさんにあげよう。ドラゴンメールよりプラチナメールの方が強いんだね。へぇー。さ、あれ？あー、行き止まりか。うわー、出たー。嫌い。わわわわ、こいつら容赦ねえな。勝手。おう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 。あっぶねえな。
すごい経験値入るけどね。本当にね、容赦してくれないんですよこいつら。あれ、こっちか。また来た、また来たよ。絶対こいつら最初メラゾーマすんのね。マジックバリアでもした方がいいのかな。ザオリック。一体ならなんてことはない。あ、これで止まるんだ。シュン、いいね。まあ別に大したことないけど、だからといって、ほう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 。メラゾーマ相当強いね。呪文をのダメージ軽くする防具つけててこれだもんね。ははん。お、あー、もっとこっちなんだ。いけるかな。あ、いけたっぽい。 OK。 お、なんかほんといいもんばっか入るね。メタルキングの剣、おお、ついに。うわー、どうしよう、誰に持たせる。30上がるのか。攻撃力30上がる。テリーもカッサも似てるのもんか。でも2択だったらハッサンかな。ハッサンが一番多分攻撃に回りやすいから。テリーたまに回復役回るからこの方がいいでしょ。奇跡の剣、奇跡の剣。え、デーモンスピアより奇跡の剣の方があれなんだ。まあいいや。でもミレイユさんにしとく。そうなんですよね。あんまり使わんと思うけど、あんまり通常攻撃ここまで来るとしないけど、まあ、またしとこう。まさか雷鳴の剣とかより奇跡の剣の方が強いっていう。あ、なるほど、確かに。残念ながらね、今回も多分これで勝てるんだったら勇者にならずに終わってしまう。もう毎回ね、勇者になることがないね。そう、勇者にならない縛り。縛ってないんだけど、勇者になれないし、なれない男。それが福太郎。そうですよ。勇者なんて美味しくもなんともないんですよ。何がギラスラッシュですか。そんな技使ったことないわけじゃないけど、こういうシリーズでは使ったことないな。スキル育てる系のドラクエ
だけだな、ギガスラッシュとか使ったの。おお、なんかそろそろ幹部とか出てきそうだね。大魔王の幹部出てきそうじゃないですか。いるのかな幹部で。統括はって、そこで統括ぶっこないでよくさ。それは統括は倒してやらにはいかんですけど、そんなこと言われたら昆布はしゃぶりたいね。あのカミカミ昆布好きなんでなんかどっかのコンビニに売ってたんだよな、カミカミ昆布。おやつコーナーに。美味しかったんですよね、それが。マジっすか。え、何これ落ちていいの？大丈夫？あー！あ、落ちていいんだ。え、ボス？待って。あれ、なんか雰囲気が。雰囲気が魔王臭いんだけど。え、なんか FF5 の最後の方を思い出す。4とか5。なんかさ、これ魔王っぽくない？待って、アイテム整理、待って。あ、そうだ、私のとっておき祈りの指輪出しとこう。祈りの指輪、あとなんか不思議なボレロ、どうしような、結局どうしようかな、これ。でもなぁ、ドラゴンローブの方がいいかな、総合的に。うん。悩むけどなぁ。そう、ボブくん魔王らしいよ。あとは、魔法の聖水か。持つだけ持っとこうか。あ、魔法の聖水。時の砂？ターニア？そこでターニア？アモールの水渡しちゃったぞ今、絶対。あれ？アモールの水だったね今。で、アモールの水使うかもしれんけど、まあ何かのご縁だ、持っとこう。時の砂使おうかな。これ一番最後まで戻るんだよね、これ確かね。いや、もうこのまま行こっか。ご縁、これも何かのご縁。まだ持てる。だよね。あれ袋どこ行った？あ、袋あった。うわー、どうなるんだろうねー。お、オリッチー。さあ、行くか。勝てるかな。やっほー。あ？こいつ誰？あれ？私が聞いたことある。なんだっけ、デスタムーアと違うんだけど。幹部か、こいつ。騙された、魔王かと思ったら幹部じゃねえか。あ、ボブさんか、これ。ボブさんか。ボブくんか。フォッフォッフォ、黙って遊ばせておればいい気になりよって。そろそろわしの方からお前たちを潰しに行こうかと思っておったところ。待って、こいつデスタムーアじゃないか。あれ、僕の知ってるデスタムーアは違うんだけど。変身する？まあいいや。それをお前たちの方からのこのこやってくるとは、どこまでもおめでたい奴らよ。やっぱり変身するんだ。もはや名乗るだまでもないだろう。わしが全世界の主となる存在、デスタムーア様じゃ。自分で様って言うんだ。さあ来い、虫けらども。戦闘力
53万です。やば。ベジータが絶望するやつや。デスタムーアじゃなくて、こいつムーアなんだね。デスタムーアなんだね。お前たちがどれほど非力で不完全なものか、嫌というほど思い知らせてやろうぞ。このデスタムーアこそが生きとし生ける者どもの王たる存在だということをな。ということで、さあやっていこう。あの玉は戦うのか。玉関係ないのか。せやかかってこい。ということで、ガンガン行こう。爆裂剣。こいつ、通常攻撃してくる？まあいいや、スクルトしとこう。で、ミールさんがマジックバリアしとくやいいでしょ？問題は不バーハがないんだよね。火を吹くのかしらけど、は？って思ってたんと違う。弾が飛んできたんだけど、何それ。やば。フバーハないとこきつくないか。これフバーハないときつくないか、ひょっとして。そうなの。魔人斬りのがいい。魔人斬り意味ないか。だよね。でもいい、でもあとはあれでしょ。どうなんだろう、結局何が一番いいんだろうね。僕、それでも総合的に爆裂剣が総合ダメージでかいかなと思って使ってたんだけど、どうなんでしょう。どうなんでしょう、わかんない。どうなんでしょう。そう、最初の一発しか効果ないのは知ってたんですけど、総合的にどうなのか、私わかんなくて。どういく？相手つく波動してくるんだ。で、通常攻撃をしてくるんだね。なるほど。ミレイユさん、奇跡の剣持ってるから、それを絡めた攻撃の方がいいな。そうしたら。魔法使わない？こいつ使ってきそうな見た目してんだけどな。一応マジックバリアしとこ。買う。普通に物理攻撃ガンガンしてくるやんこの人。思ってた魔王と違う。思ってた魔王と違うんだが。霊域かっこいいけど死んじゃうよそんなことしたら。難しいな。難しいぞ。回復行きたい。ベホマラーが欲しいな。これデホマラー欲しいよな。魔法カンタ、よかった。そういう攻撃考えてなくて。これ第一形態なんでしょ。これやばくない？この人やばいよね。ちょっと温存したいな MP。 うわ、そんなこと言ってる場合じゃないのかもしれない。死んじゃう。あれ、思ったより早かった。
どこからともなくおぞましい声が聞こえる。待って、今日のあーちゃん思い出すからそういう表現やめてほしいな。やはりジジイの姿では失礼だって。あれ、そのセリフどっかで聞いたような気がするぞ。だよね。このセリフって大の大冒険でなんか似たようなものを見たことある気がする。ではこれならどうかな。若返るの？やだ、気持ち悪ー。え、こいつあれじゃん、ドラゴンボール GT のやつやん。あれ、これも私の知ってるデスタムーアと違うんだけど。キモくなった、キモくなったんだ。正体を表した。え、これがデスタムーアなの？あれ、僕の思ってたあのデスタムーアは違う？別の人違い？人違いなのかな？人違いだったから。え、でもさ、この状態で本気になられるとすっげえ困るんだけど。待って、本気になるタイミングがおかしいって。僕ホイミしか使えない、僕ホイミしか使えない、どうしよう。一回防御するか。この見えてるのがデスタムーアらしいです。どうする、どうする、どうする、どうする。ベホマーラー欲しいんで、クッソベホマーラー欲しい。テリーも、あれ、今ハッサンは誰に何しようとした？テリーだよね。ねえ、ほんと。ちょっと立て直させてくれ、お願いします。うわ、ああ、バイキルト？バイキルト？うそん、卑怯だ、卑怯じゃねえか、うそん。さっき100くらったでしょ、200くらいくらうってことでしょ、ゾン。受け流す？受け流しないわ、どの道。仁王立ち、あ、仁王立ちか。仁王立ちも手段の一つだよね、これね。宇宙の果てまで仁王立ちか。え、こいつがどんな攻撃してくるかわからんもんな。でもありだよね、ありだよね、全然ありだと思う。あ、間違えた。大丈夫大丈夫、ミレイユじゃないんで。うわ、嘘だ、回し蹴りだと。ちょっとそれは嘘、回し蹴り、嘘だ。いや、それダメだって、そんなことしたら。全然勝てる気がしない、全然勝てる気がしないんだけど、これ。全然勝てる気がしないんだけど、これやばい。ザオリクもないしさ、ザオリクないのきつい。生き返らないのか、よかった。うわ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 、うん、賢者いるけど馬車なのよね。どう行くよ。生き返った。さあ上げてこう。うーわ、それは、あ、そっか、ば、うわー、ちょっと待って、やめて、それは無理だって。強い、強いんだけど、強すぎるんだけど、やばい、これはやばい、これちょっと無理な気がする。勝てる気が全くしない、今勝てる気が全くしていない。メガザル、
もうメガザルしかないじゃん、こんな。メガザルしかないじゃん。メガザルする前提だったら、あれ、ひょっとして馬車から出てくる？馬車から仲間出せる？これあ、入れ替えれ、嘘、あ、ありがとう。あ、そうなの？いけるの？総力戦でいける？バーバラ HP ないんだよな、本当に。バーバラ死なない？大丈夫？すごく優秀なんだけど、バーバラ。いや、でも攻撃するしかないよね。ねえ、これやばいよね。これね、やばいよね。いろいろあるんだけど、やばいよね。バイキル。うわ！ピッコロさんみたいになるとこだった。いや、バーバラ一撃でしょ、じゃん、これ。あ、あれ？バイキルトかけてたわ。しくった。そうだ、凍てつく波動されてないから、みんなバイキルトかかってんだ。なんてことしちゃった。いやー、これは。もうゴリゴリに押すしかないじゃん。あ、でもフバーハしたい。フバーハしたい。はぁ。いや。は？いや、嘘だ。強いって。久しぶりだね、チャモロさん。無動戦以来だわ。いやー。どうすんこれ。うっそ、早い。やば。いやー、これ勝てないでしょ。ちょっと無理っす。うわー、あ、生き返らないの、マジで。生き返ってくれ。え、歴代のボスでラスボスで一番強いんじゃない、この人。なぜすごい強く感じる。参ったな、これ。スクルトは使えないんだな、チャモロ。あ、ドラゴラムしてもなあ。あ、どの道 MP 足んないじゃん。あ、大防御ある。大防御。いや、一番後ろのチャモが大防御してもしょうがないね。なんか、もう、ユニークに育ててたから、なんとも言えない技しかないな。でも、軍隊呼び使えるんじゃない？お金使うんじゃないよ。攻撃するか。2って2？
もうゴリ押ししかない。やられる前にやるしかない。うわこの回し蹴りあかんって、化け物だろこいつ。ダメだ、チャモロもう、あでもメホマが一回使えるか。でもいいや、とりあえずアモスさんにしよう。でもう最後のそうなんですよね。一人一万枚ハッサンの方がいいかもしれないですね。これパラディンだし。そうか、さあアモス何覚えてんだろうね。精霊の歌って何、死んでる、え死んでる仲間を生き返る、 MP 足んないじゃん。すっげえいい技覚えてたけど足りないじゃん。マネマネ、敵からやられたことをやり返す、え実はこれ強くない。ああ、ハッスルダンス、あ忘れてた、アモスってハッスルダンス覚えてんだ。あれいける、踊れ。あれわっはっはっは、愚か者、お遊びはここまでとしよう。お前本気って言ったやないか。どれお前たちの体を引き裂き、その腹輪を食らい尽くしてやろうぞ。まだ変身すんの、あーあーあああ、うお、あこれだ、僕見たことあるのこれだわ。あこれこれです、うちの弟が戦ってんのを見たんです昔、かすかな記憶で。うわキモー、もうあれは、あ魔法の聖水があるわ、魔法の聖水使うべき。え、でも、え、右手左手、あ、そういうことか。あ、いっぱいいるの。最悪やん。もう敵から倒すだろ、普通。え、絶対火も吹くし、攻撃、。まあ、そうなんですけどね。いやー、これ。どうなるん、ハッスルハッスル、え、うわはあ、なるほど、両腕を倒さないと、え、ちょっとハッスルが追いつかない、これハッスルが全く追いつかない。寝るのか、寝ちゃうのか、いてつく波動してこないんだな。ってことは、一回体勢立て直せれてスクルトいっぱいすれば、まあ、結構いけるような気もするんだけど。うわ、なんだそりゃ。やばいだろ、こいつ。いや、にしても強すぎない？これちょっと強いって。寝ちゃってんだもんな、何より。激しい炎とか効くのかな、効くか、メラゾーマも魔法も使うのか、メラも使うのか、あ効く、あ効くじゃん、激しい炎効くんじゃん、へえ、それは美味しいけど、
もう回復する手段がハッサンのベホイミしかないんだけど、魔法の聖水は使んどこ、ちょっと今回無理だ。でも行けるとこまで行っとこう。そういえばありました。あ、凍てつく波動するんだ。うわ、凍てつく波動するんだ。うう、これやべえな、これやべえな。なんだこれ、なんかこれ強すぎません？なにー、ドランゴ強いな。それにしても、いやいや、えチャモロは何なんだこれ。追い風って何？あ、あー、凍える吹雪は追い風できるのか。火柱って何？あー、一番役に立ちそうなの追い風だね。向こうが追い風してんじゃん。おい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 。嘘だろ。そんなバカな。あ、ドラゴン寝た。逆に助かった。あ、あ、これあかんわ。いや、チャモロ何もできない。チャモロ何もできないんだけど、突き飛ばせないよね。あ、そういえば火炎の息なら吐けるわ。いや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 。これやば。いやー、これは参ったわ。強すぎる。ちょっとね。無理だ。今の私にはまだ無理だ、これ。こんなに魔王が強いなんて。これはもうちょっとレベル上げもしなきゃいけないですね。あ、待って、現世に帰ろう。こんなに強いなんてね、魔王がね。思った以上に強かった。職業っすね、これね。勇者必要なのかな、やっぱ。勇者じゃないときつい気もしますね。そうですよね。そうなんですよね。そうだ、バーバラがあれなんですよね、戦う予定じゃなかったから踊り子だったんですよね今回。それももったいなかったな。どっちにしてもダメだっただろうけど、じゃあバーバラを生き返らせよう。うわー、1300ゴールドでも仲間全員で戦えるっていうのはでかいかも。それぞれ役割持たせりゃいろいろね、幅が広がりそうなんですけどね。いやー、これは、でもちょっとレベル上げと職業上げしなきゃいけませんね、これね。まあ、難しい方が燃えますからね。いやー、こんなに、まあ楽しいな。
今日終わっちゃうかと思ったけど、そんなに甘くありませんでした。そうですね。でも主力で使ってた4人は最適っていうか上級職に戻してやってたね。そうだね。いやー、フリーザ様超強かったていうか変身するたびに僕ボロボロの状態で変身されてくから、本当フリーザ様と戦ってるような感覚でしたわ。とりあえず武闘家に戻って、しばらくはメタルキング狩りですかね。あの嘆きの牢獄の付近が何やったっけ、ああ僧侶か。嘆きの牢獄の周りでメタルキング出ましたもんね。あれで稼ぐか。アモス、じゃあ舞踏家になっていただこう。ミレイユさん何やってたっけ、踊り子だっけ。武道家より武道酒が欲しい。まだ飲めないはずなのにね、モフちゃんね。あ、武道酒ってあれか。あの、前のネタか。なるほどね。いやー、ちょっと待って、パーティー直してこよう。さあセーブして終わるか。次はまたレアゲ編ですね。あれね、あれ良かったね。あそこまで良かったのにね。いやー強かった。うわー、いきなり今大魔王出てくんだもんな。もうてっきり幹部と 2,3 回戦ってからだと思ったのにな。予想を裏切る展開でしたわ、いきなり魔王だなんて。そうっすね。いやー強いな。まあでもね、大魔王がどんな攻撃をしてくるか分かったので、それも考えながらね、ちょっと次はレアゲしながら戦略を練っていこうかと思いますので、まだまだねドラクエ6を終わりそうないですね、しばらくね。ということで、まだまだ続きますので、よかったら旅に来てください。まあ次のレアゲ編はね、ただ黙々とレアゲするだけになっちゃうと思うんで、あれですけど、レベルいつまで上げようかな。ん？人天堂の3回縛り？何それ？人天堂？人天堂？任天堂？どういうこと？モフちゃん。どういうこと？何の3回縛りです、それ。任天堂の3回縛り、え、どういうこと？任天堂の3回縛りとは何だ、どういうこと、え、どういうこと、え、どういうこと、任天堂なんかあったっけ。
任天堂。え？任天堂？ここもチャーハン棒緑の帽子のマンションと歯のラスボス3回復活縛りとか。ボーイルイージマンションとかのラスボス3回復活縛り。あ、そんなんあんの？ルイージマンションねえ、チラッとしか見たことなくてね、2か3か分からんけど、3かな、3だ、一番新しいやつか、一番新しいやつの序盤だけ見たことあるんだけど、ラスボスまでは見てないんだな。でも難しいわ、やっぱあのラスボスにふさわしいぐらいの強さを誇ってましたね。いやー、今までだいたいね、一発でヒョーンっていく言ってたのにな、他のドラクエ。なんだかんだここまで絶望的にボコブスコにされたの初めてかもしんない。まあまた頑張っていきますので、まあそろそろ明日ね、仕事なのでね、そろそろ寝させていただきます。頑張ります。お疲れ様でした。それでは皆様、おやすみもふ。ではおやすみなさい。バイバイ。